妄想マンデーは、インターネットテレビ局、アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルで2016年4月11日から2018年6月25日まで配信されていたバラエティ番組。アイアベユージの MC でスタートし、2017年4月からアルコピースが MC を務めた。略称は、モーマン。 一週間のスタートに元気を出してもらうことをコンセプトにした地上波ではできないお色気バラエティとしてスタート。90年代セクシーバラエティ的、並びに視聴者とのやりとりは深夜ラジオのノリで進行していく。コンセプトは妄想をかき立てる。23時スタートの2時間番組としてスタートしたが、2017年10月10日、配信部により、 火曜0時スタートの60分番組となる。2018年6月5日、配信分で同月26日、第111回での終了が発表された。最終回は360度カメラを導入し、VR ゴーグル対応の配信を YouTube で行った。2021年4月23日、番組復活を YouTube で告知。同年4月26日23時より、 アベマプレミアムにて帰ってきた妄想マンデーとして3週連続で配信。MC にはアルコピース、コンロアン南・南塩地引きよしが再集結する番組イメージがある。下記のように毎週1名が選出され増えていくというコンセプトだったが2017年以降は2から3名が出演。 帰ってきた妄想マンデー2021年4月26日週2021年5月3日、週2021年5月10日、週110、111では歴代全200企画が壁に貼り出された。綾部時代に行っていたコーナー。ありがとうございます。